どうもこんばんは。もう何ヶ月空いたでしょうね。また久しぶりにサブチャンネルの更新になってしまったんですが、僕が今ちょっと東京にいるんですけど、この東京にこの来る前、11月の1日3日と岡山浜松で公演をやってきました。浜松には去年も行ったんですけれども、前回ですね行った時に、来ていただいた方からこう言われたんですよね。和也さん爽やか行きましたかとか、爽やか行かないんですかとか、何人に言われたかな、結構な人数に言われたんですよね。爽やかってなんだろうって思ったんですよ。でこう、聞くところによるとハンバーグ屋さんであると。今回は前回これだけ勧められたわけですから、実際に行ってきました。爽やかっていうのは静岡県内にあるハンバーグ屋さんですね。ざっくりですけれども、こんな感じですよっていうのを動画に撮ってきたのでご覧ください。これもう編集してるっていうかね、この映像を見直しただけで食べたくなるんですけど、この爽やかのハンバーグっていうのは牛肉 100% っていうね、かなり、濃いハンバーグですね。どこか別の店と比較するのちょっとあれですけれども、びっくりしそうなハンバーグ屋さんとかあるじゃないですか。びっくりしそうなハンバーグ屋さんだったらこう箸でね、こうハンバーグをスッてやるとこう切れるんですけど、爽やかのハンバーグはこう箸で切れないんですよ。だからナイフ使わないとね切れないっていう感じです。ソースはオニオンソースとデミグラスソースっていうのがあるようなんですけど、いろんな方に、オニオンソースを勧められましたね。で今回頼んですごい美味しかった。浜松だったらうなぎとか浜松餃子とかなんとかいろいろありますけれども、こちらの爽やかっていうのもね、ぜひ行った時食べていただければなというふうに思います。とっても美味しかったです。